はい、引き続き久保哲郎 3.5 条っていうのをねいただきましたけども、これは一体どういうふうに見ればいいのかなってちょっと戸惑ってるところなんですけども、要するにあのロッキーのリンクを紹介する動画だったのかなっていうところですよね。まああのすごいですよね、シルベスター・スタローンの主演ロッキーっていうのは、まあ、遅咲きの映画俳優であり遅咲きの脚本であったとは言われますし、なんかね結局あの作品ができたのっていうのは3日で書き上げたっていうふうに言われてますよね。でそれはあるボクシングの試合を見てまあ、突き動かされる何かに出会ったということなんですけども、確かにねなんか感動するものとか、なんかこう一つのきっかけになるものの出会いっていうのはすごく大切だと思うんですよ。人に出会うとかね、それから映画に出会うとか、それから素晴らしい絵や風景とか、それから残念っていうか悲しいことなんですけども、人との別れとか死っていうのは、死別っていうのも人間に大きな、人生に大きなこう転機を与えてくれるのかなと思いますよね。老病死別って言いますけども、失われることの悲しさとかね、今あることのありがたさ、奇跡とかっていうのに我々は気づくのが結構遅いわけなんですよね。で、大きな事件があった時に、自分の心がそこにね、すごく感化されて何か新しいアウトプットが起きるってことなんですけども、でもねやっぱり外部から受け取るものでやっていったら限界があるんで、突き動かされる心に出会うってこともあるんですよね。要するに自分の心内側からいろんなネタが出てくるっていうかね、いろんな感情が出てくるとか感動が出てくるとかっていうことで、まあ、自家発電のように自分の心が自分を動かしているって状態に持っていくっていうのが、やっぱ日々自分から発信できる要素を作るっていうことなのかなと思うんですよ。で多くの方っていうのは最初に感受性ですよね、いろんな世の中の出来事から自分を動かしてもらうものを探す、そういう旅に出る、だから会いたい人を探していくとかね、買いたいものを見つけていくとか、そういった打ち震えるものを見ていくってことが大事なのかなと思うんですけども、それができるようになったら第2段階、自分の心が自分自身を励ましていく、そして他者を何か動機づけていくっていうところにやっていかなくてはならないのかなと思いますよね。で今回はシルベスター・ストローンさんのロッキーってものは確かにね、試合としてはロッキー負けてるんですよ。負けてるのに多くの人の心をつかむのは何なのかなってことなんですよね。だからここに多分ロッキーが勝っていたら勝っていたで、まあそれなりに人の心はつかんだでしょうけども、勝利して頑張って勝利して人の心をつかむのと、あと頑張ってね勝利せずに人の心をつかむの、一体どっちがね難しいことなんでしょうか。どっちが印象に残るものなのかなと思ったら、やっぱり後者なのかなと思いますよね。よくできた脚本だなと思います。このロッキーっていう作品は、まあ、ある大スターにね出演させようってことで買取交渉が行われたんですけども、ロッキーシルベスター・スタローンさんは、いやこれは俺が出ないと意味がないんだっていうふうにしてガンとして売らなかったらしいですよね。で売らなかった結果ごく低予算でですね自分で作るしかなかったっていうところが、またねこのロッキーがこの這い上がっていくところの映画と、その映画を作るリアリティと重なってくるわけなんですよ。そうなんですよね、自分が出なきゃ意味がないっていう、これがすごいんですよね。だから自分が考えたものは自分が表現して一番なわけなんですよ。誰かに任せて一番ってことじゃなくて自分が表現して一番だってことなんですよ。ではですね、皆さんもいろんな感情とかいろんな人生に対する矛盾とかね衝動っていうのはあると思うんですけど、それを誰かに言わせるのか、誰かに代弁させるのか、誰かに代行させるのか、それとも自分が直接表現していくのか、これでも大きな力になると思うんですよ。やっぱりね人づてに何かを伝えるよりも自分自身一番思ってる人が伝えるのが一番だと思うんですけど、まあ、いかがでしょうか。まあ、私もいろんなビジネスを通じてね人との出会いがありましたし、いろんな自分のエピソードも伝えていきましたけども、私が感じたのは多くの人の悩みや苦しみを、まあ、共有させていただいたってことですよね。真面目にコツコツやってきたのに結果が全然自分に振り向いてくれないとか、運が自分に寄り添ってくれない、こういったことってのは本当に山ほどあるわけなんですよ。まあでもね、私の考えとしては運に寄り添う自分になっていくとかね、結果に近づく自分になっていくと、要するに真面目にやれば運や結果が近づいてくるんじゃなくて、運や結果のあるところ、運のあるところに、こうなんですかね、成功のあるところに自分で向かっていくってことが実は必要なんではないかなと思うんですよね。まあ、シルベスター・スタローンさんも結局3日で偶然当たったみたいなね評価をされる方がいると思いますけども、違うんですよね。スタローンさんが歩いてきた人生そのものが全部がシナリオになってるわけなんですよ。そして3日間で書き上げるほどのその情熱をね、意識をですね
自分自身の人生で培っていたっていうその下地がなければ、とても3日間で書き上げることもできなければですね、原稿を買い取るよっていうところに、いや俺が出なくちゃ意味がないっていうふうな意思っていうのは発揮できなかったと思うんですよ。まあ、そんな感じでですね、自分が演じる人生っていうのはどんなものなのか、一度この12月が始まった時に考えていただいてね、最後この12月の1ヶ月に1年間をかけて勝負をしてみるのはいかがでしょうか。それでは本日は以上です。それではまた。